道内各地の旬の食材を提供するイベント、札幌オータムフェストの江差町のブースで販売されたアワビの一部が中国産だったことが分かりましたイベントの主催者によりますと札幌オータムフェストでは提供する料理のメインの食材は同産とする決まりがありますが 先月8日から12日にかけて江差町のブースで販売されたおよそ300個の焼きアワビのうち大半が中国産だった可能性があるということです先月12日、イベント関係者が抜き打ち検査を行ったところブース裏にあった冷凍アワビのパッケージに中国産と記載されているのに気づき販売を中止しました。料理を提供ししていた業者者は主催者の聞き取りに対し 本州に出荷予定だった中国産アワビを一部、間違えて使用してしまったと説明しているということです。